はい、おはこんばんちは、村健です、今回はですね、弾き語りで、もう直弾き語り歌を歌おうかなと思います、ちょっとね、毎回ね、月金で動画をアップしてるんですけれども、何かね、こんな、僕あの、フォトグラファーをやってて、写真撮るのもね、まあまあうまいんで、そういったのも教えてほしいとか、あとあの、イラストを描いてたり、筆文字してたり、とかもしてますんで、何かこんなの、こう、やってほしいみたいなのがあったら、コメント書いてください。で、概要欄にね、いろいろまた、リンクとか貼っときますんで、そちらの方もチェックお願いします。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。ではですね、今回歌わせていただく曲、ね、歌い手でも何でもない僕が歌いますけれども、サザンオールスターズさんの、涙のキスという歌です。聴いてください。もう一発でね、いきます。突っかかると思いますけど、ご愛嬌ということで、よろしくお願いします。見つめる素振りをしてみても、なぜに黙って心離れてしまう。泣かないで、夜が辛くても、雨に打たれた花のほど素顔が愛しくて、互いにもっと分かり合えてたつもり。泣かないで、胸が痛むから、他の誰かと出会うために、涙のキスもう一度、誰よりも愛してる。最後のキスもう一度だけでも、君を胸に抱いて、ちょっとめちゃくちゃになりましたけどね。いつも笑った思い出だらけの二人にも、夜風がそっと恋の終わりを告げる。悲しみの時は過ぎるけど、きっと明日の涙のキスも一度、誰よりも愛してる。最後のキスも一度だけでも、君のために送る。振られたつもりで生きて、
葉にできない、それは夏の定め、涙のキスも一度誰よりも愛してる、最後のキスも一度だけでも君を抱いていたい。ありがとうございました。サザンオールスターズさんの涙のキス、練習しろっていう話ですね、これね。次回もですね、ちょっと歌を歌うのか、ロケに出るのか、もうね、このスタジオのね、背景、この状況でね、撮るのはもう見飽きたと思いますんで、ちょっとなんか変わってね、レポーターみたいなのやったりとか、ちょっとしようかなと。まあ、いろいろちょっと考えます。なので、お付き合いください。チャンネル登録もよろしくです。村健でした。ありがとうございます。